アシャヤカトルは、メシカの都市国家手のチキトランの第六代トラトアニであり、アステカ帝国の君主。シワコアトルは、前代から引き続き、トラカエレルが務めた。顔から、水の流れる、象形文字とアシャヤカトル、アシャヤカトルという名は、水の顔を意味する。アステカ文字では、顔から水滴が落ちている様子によって表される。アシャヤカトルの母方の祖父は、第五代トラトアニである、 モクテスマ一世であり、父方の祖父は第四代虎と兄のイツコアトルである。モクテスマ一世の死によって1469年に19歳で虎と兄の位を継承した。これはメシカの虎と兄としては最も若い年齢であり、即位時にはまだ政治や戦争の経験を持っていなかった。しかしながら彼の12年間の知性は戦争の連続であり、 アステカの領土を大きく拡張した、アシャヤカトルの栄光と失意。最も特筆される戦いは、商業の中心である北隣のトラテロール四百4 7 3年に征服し、そのトラとト兄であるモキウィッシュを殺害したことである。モキウィッシュは、アシャヤカトルの姉妹のチャルチューネネチンを妻にしており、一説に、モキウィッシュが彼女を侮辱したことが戦争の原因とも、言うが、 主な原因は、経済問題にあったと考えられる。なおもキビシュの娘は、アシャヤカトルの弟のアウィトトルの妻になり、後にクアウテモックを生んだ。その一方で、西のミチョアカに一帯に勢力を張るタラスカ王国との戦争で敗北も経験した。これは、アステカ帝国の経験した最初の大敗北だった。アシャヤカトルは、 メキシコ盆地の西に接するトルーカ盆地を征服し、ここを基地として1478から1479年、ゴロに2万4千人ほどの兵力で、タラスカ王国を攻撃したが、2万人ほどが殺されるか、捕虜になり、アシャヤカトル本人も、重傷を負った。アステカ三国同盟の創設依頼手のチティトランと、協力してきた、テスココのネサワルコヨトルは1472年に、没した。 また、トラコパンのトトキワストリも没した。この機会にメシカに反対する勢力は一掃され、アステカ帝国内のメシカの地位は不動のものになった。アシャヤカトルは戦争の他に、政略結婚によって多くの妻を持った。この多く、第9代トラトア兄のモクテスマセ世と、第10代トラトア兄のクイトラ枠はいずれもアシャヤカトルの子である。2020年には、アシャヤカトルの 宮殿跡と見られる遺構がメキシコの首都中心部で建物の改修工事中に発見された。ありがとうございます。